Windows ムービーメーカーを使って、動画ファイルを、作成する方法を説明します。前提として、動画ファイルはもうパソコン内に取り込んであり、その動画ファイルによって歌われた、自分の、曲ですね、音楽ファイルももうパソコンに取り込んであるという状態から説明をしていきたいと思います。ではまず、動画ファイルの読み込みからですね、このビデオ左クリックしまして、動画ファイルを指定します。私の場合は、全てデスクトップに置いてあるので、デスクトップからここにそれぞれが置いてありますので、まずこれを左クリックして Windows ムービーメーカーに、こうして読み込みます。読み込まれた動画ファイルはもうすでにここに、半分出ておりますね。で、まずこの動画ファイルを左クリックしたままこのビデオというところで、落とします。これで動画ファイルはここに読み込まれましたが、この動画ファイルには、カラオケが入っておりますね。ちょっと流してみましょうか。はい、こうしてカラオケが入っております。で、まずこのカラオケの音を聞こえなくするためにはこのビデオの横のプラスのボタンをクリックするとここにオーディオというメニューが出てきますので、これの手のひらマークのここですね、ここで右クリックをしてミュートにします。そうするともうこの動画ファイルにカラオケが聞こえませんね。ちょっと一回また流してみましょうか。カラオケは全くこれで聞こえなくなりました。いわゆるミュートされたわけですね。それで次は、この動画ファイルに自分が歌った曲をかぶせるわけですね。それにはまずオーディオまたは音楽から自分が歌った歌を、取り込みます。これですね、読み込みます。で、こうして読み込まれたファイルはアメリカ橋になってますが、これを動画ファイルと同じように左クリックしたまま、このオーディオと音楽というところ、ここですね、ここで離します。はい、これで多分この動画ファイルで歌ったカラオケを、カラオケなんでね、テロップと、歌はこれでもうぴったり合ってるはずです。一度流してみましょうか。風が足元を通り過ぎてゆく、久しぶりだねと照れて笑い合って。はい、歌とテロップがもうこれでぴったり合ってますね。こういうふうに、その動画ファイルで歌ったカラオケであればもうほとんどこうやってぴったりテロップと音楽が合います。ただし、例えばセガカラとかね、それからカラオケダムなんかで歌った曲を
このサウンドカフェで、サウンドカフェを録画した動画に合わせようとすると、微妙にやっぱり、曲の長さが違いますので、それにはやっぱり、微調整をする必要がある時もあると思うんですが、そういう時はこのアメリカ橋、このオーディオと音楽というところのアメリカ橋、ここですね、このタブ、このところで左クリックして、左右にこう動かすとね、青く変わりますが、これを、こういうふうに右へ持っていけば、持ってった分だけ歌が遅れます。確実に遅れますね。このくらいを遅らせて、ちょっと流してみましょうか。相当歌が遅れると思います。風が足元通り過ぎてゆくね、こういう風に、最初の時に比べると、テロップに比べて音が約どうでしょう、1秒弱遅れてますよね。それはもうここでこの調整で微妙に調整ができますね。もっと細かく調整したいんであれば、ここでタイムラインの拡大、ここですね、この秒のところをもっと大きくすれば微妙な調整ができますね。これで大きくすれば大きくするほど、このタイムラインで1秒2秒の間隔が長くなりますので、まだ長くできますよね。こういうふうにすれば1秒から2秒までの間がこれほど長くなると、ということは細かい微調整ができるということですね。はい、以上でも、簡単な説明ですが、これで、ほとんどの動画がこれでできると思います。おさらいすると、大事なのはこのオーディオの音を、ね、最初からこの動画に入ってるオーディオの音をミュートすることですね。それと、あとはもうここの微調整ですね。これでもうほとんど動画はできると思います。一度、頑張ってやってみてください。以上です。はい。